やっと着いた。これは素潜り漁師のマサルが10日間のサバイバルに挑んだ時のお話。断崖絶壁の環境、マサルは攻略することができるのか。ついに10日間のサバイバルが始まりますよ。いやもうね、めちゃくちゃ楽しみですね。まあやっぱり最近なかなか刺激がなかったんで、すごい楽しみですね。多分そろそろね、海が見えてくると思います。今回のサバイバル場所ですね。うわ、見えてきたわ。ここでやっていきます。とりあえずね、海まで降りていきましょう。まあ、今回10日にしたのは、人間って大体水なしで3日、食料なしで7日生きれるって言われてるんですけど、だったら10日にしてやろうと。自分が生きられるっていう状態でやりたくなくて、なんか本当にギリギリを攻めてみようかなという感じですね。で、ルールなんですけど、食料なし、水なし、火なしです。まあ、一応ノコギリとかは使うんですけど、食べ物系に関しては一切なしでね、10日間生き残ってみようと思います。はい、早速ちょっと食材じゃないけど毒のものを見つけました。これです。これね、抜いたら芋が出てくるんですよ。まあ、ここにちょっと芋があるんですけど、食わず芋って言って、まあ、毒があるんで、食ったらね10日間苦しむことになるでしょうね。これは食べれないです。で、今回結構ギリギリを楽しみたいんで、最初の5日間は潜りなしで行こうかなと思ってます。はい、6日目からウェットスーツ解放してやっていこうかなと思ってます。はい、着きましたよ。めちゃくちゃ荒れてる。海入らないって言ったけど入れないね。これはやっと着いた。サバイバルは11月3日10時10分にスタート。カウントダウンをしていきます。はい、もうすぐね始まります。10時10分スタートなんでね、今のうちに水を飲んでおきます。ルール違反になるんでね。うわー、最後の水ですよ。あと1分。始まりました。やっていきましょうか。よっしゃ、とりあえず周りを確認しに行きましょう。まあ、やっぱり何かねあるか分かんないんで、とりあえず川があったらいいなって感じなんですけど、まあ、こういうところ水が流れた跡あるんだけど、完全にね干からびてますからね。何か水になるものをね探していきましょう。この日の気温は32度。水分の確保が最優先だと判断しました。まあ、あとはね拠点探しもやっていかないといけないですね。とりあえず水さえあれば、まあ、10日は生きていけないけど5日は生きていけるんで、水と拠点探しを最初にやっていきます。まあ、よくテレビ番組とかだと最初にねものすごい距離移動したりとか、次の島にね移り住んだりとかよくあるんですけど、絶対しない方がいいと思う。あの、体力は絶対残しといた方がいい。もうここにしよう。ここでいいや。いや、ここ完璧じゃない？完璧だと思うよ。こっち側とこっち側が風が来ないようになってるんで、あとここに壁作ってしまえばもう家ですね。もうここでいいや。すごい適当に選んだ感じあるんですけど、熱帯低気圧が発生しててすごい風なんで、風がなるべく当たらない場所っていうのと、あとは海がねすごい近いんで、なるべく高い場所じゃないと満潮になった時にね流されかねないんで、ここにしました。まあ、ただ、まあ、ジャイジャイしてるんでね、ここで寝ろって言われたら結構しんどいんで、草とか、引いてねやらないといけないかなって感じですね。とりあえず、まあ、これ拠点決まったんで、あとは水探していきましょう。水、ちょっと待って、今ここにしようと思ったんだけどちょっとダメかもしんない。これ見てください。ここにめちゃくちゃ水が流れてる跡があるんですよ。これやばいっす。おそらく雨降ったらものすごい勢いでガーってくるんで、ここに拠点作ってたら多分水没してました。危なかったです。やめときましょう。でもとはいっても高いところはないんだよな。まあ、とりあえずもうちょい探していきましょう。あ、でもあっちも結構良さそうなところはありそうだけどね。どうだろうな、どこに作っても水が流れてきそうだけどね。マジで水の気配がないわ。大丈夫かこれ。ゴミも落ちてないし、まずいぞ。お、水があったぞ。多分これ真水ですね。オタマジャクシがいるんで。いや、一応真水あったんですけど、ろ過して火入れないと飲めないですね。まあ、川があったらこんなボウフラが湧いてる水はなるべくは飲みたくないんで飲まないですけど、まあ、最終手段としてありかな。まあ、一応ね多分2リットルぐらいある。うん、1日分ぐらいあるね。うわー、気持ち悪いな。俺虫苦手なんだよね。とりあえず行きましょう。結構険しいな。海岸は断崖絶壁、水の気配は全くなく、体力と水分が奪われていきます。崖だな。なんもないです。やばいです。食材見つけちゃいましたよ。これです。これ、これアザミって言って根っこが食べれる植物なんですよ。まあ、とりあえず一旦水探さなきゃいけないんで、今は取らないですけど、まあ、後でね食べれるんじゃないかなっていう感じですね。水たまり2つ目見つけました。これは結構量あるよ。
15リッターあるかな。まあ相変わらずボウフラだらけだけど、ボウフラが生きてるっていうことは毒がないっていうこと、飲める。まあたださすがに火を起こして加熱はするけどね。皮があってほしいな、飲みたくないな。だいぶ開けたところに出ましたね。水がありそう。多分ねここは結構サンゴ礁の島なんで、洞窟が中にいっぱいあって、洞窟の下から流れていくんですよ。だから地表をね流れないですよね、あんまり川がないかも。マジでこれはやばいな。雨乞いするしかないかな。やばい、めっちゃいい拠点あったわ。ここはいいぞ、完璧かも。ほらほらほら、屋根あるで、すげえ。ここにしよう。水が流れてる感じもないし、まあ、ただ漂流物がたくさんあるんで、波が強くなったら水没しそうですけど、多分いけるんじゃないかな。とりあえずここにします。はい、それではですね、拠点が決まったんで、こっからは10日間一人でねやっていこうと思います。まずね、火を通さずに飲める水っていうのが全くなさそうだったんで、一旦ね火起こしからしていきます。火起こしはねしたことないんでね、まあ、5種類ぐらいね方法調べてきたんですけども、なんとかねつければなと思ってますけども、はい、やっていきましょう。まあ、とりあえず竹があれば竹でねやっていこうと思います。うん、三鷹に流れてますね、竹いっぱい。あったあった、何本かありますね。よし、これでねやっていこう。これで火種を作って火を移していくものが必要なんですけど、まあそれもその辺の竹を削ってね、削り節みたいなんでつけていこうかなと思います。でその前にねちょっとかまどが必要ですね。まあ、石並べて簡易的なねかまど作っていきましょう。なんやこれ、本当に簡易的だけどね。多分ね大きいやつの方が風の通りがいいんで、あんまりちっちゃいやつだと風が通んなくなるんでね。よし、まあこんなもんでいいか。じゃあ火口をね作っていきましょう。とりあえずナイフでこさえてね細かいのを作っていきます。まだ開始2時間ぐらいなんだけど、相当ね喉乾いてる、やばい。じゃあ次はですね、もうちょっと大きいね燃えやすいやつを作っていきます。火はね酸素がないと燃えないんで、表面積が大きければ大きいほど燃えやすいんでね、この状態よりももっと小さくしていくと燃えやすくなるんですよ。はい、とりあえずたくさん集まりましたね。でこれを砕いていきます。そしたらねこの竹を割っていきます。うわボロボロ。そしたらこの上にさっき砕いた粉を乗せて、こんなんでいけるのかな。でその上からねこうやって木をかぶせていきます。こうナイフで穴を開けて、なんていうの、炭みたいなのが落ちるとこを作るんだよね。でこう木の通り道をこうやって作っていきます。でここからねこすりつけていきます。これをいけるかな。やばいな、全然噛み合わない。失敗です、竹がボロすぎるわ、全然ダメ、粉々になった。ちょっとね今の竹はもろすぎたね。こっちで行こう。これね竹じゃないんだよね、なんか竹じゃない何かなんだけど、これでやってみます。これが地獄の始まりになるとはこの時俺はまだ知りませんでした。うわー、よし、なんか太いんだよね普通の竹より。焦げてる匂いがするぞ。ちょっと焦げてるよ、いけるかも。ものすごく単純な作業なんですけど、これがめちゃくちゃ重労働で、もう1分も動かしてると腕が動かなくなってくるんですよね。頂上につけれるかも。煙が出るだけか、つっ気配が全くないですね。もう喉カラカラですよ。ちょっと休憩しよう、疲れた。よし、
頑張ろう。体力があるうちにつけとかないと。マジでこれ無理ゲーだわ、やべえ。ちょっとめちゃくちゃ不本意なんですけど、朝日も使います。絶対火つかないです、このままだとね。いやー、朝日も使いたくなかったな。でも絶対つかないわ。これをね、ほどいていきます。やっぱ空気に触れる面が多ければ多いほどね、火がつきやすいんで、なるべく表面積を大きくして火をつけていきます。まあ、煙までつくんで多分つくはずよ、この変な竹でも。でさっきの竹にこうやって上に置いて、穴のところにねかぶせて、でゼロ距離で火が当たるようにこうします。これでいけなかったら諦める。煙出てきた、いけるんじゃないかこれ。穴がちっちゃいな、一瞬だったな。ムカつく、めっちゃ煙出てたんだけど。ダメか、確実にさっきよりはつきそうだった。いやー、いけたと思ったな。何がダメなんだろう、ムカつくな。無理ですね、うん、全くもって無理です。別の方法でつけます。多分ね、普通の竹と違って分厚いんで、火種が下に落ちるまでに消えちゃうっていう感じですね。全然ダメだわ。切りもみ式でいきます。どれしようかな、乾いてたら何でもいいんだけどな。よし、あったあった、これを使っていこう。これで火つけていきます。つっかな、つかなかったらマジでしんどいんだけど。いやー、まさかつかないとはな。じゃあこれ棒と板でつけていきます。とりあえず棒をね、尖らせていくっていうか削っていきます。本当はもうちょいしっかりしたやつはいいんだけど、ないわ、漂流物が少なすぎる。火さえ起こしてしまえばな、あとはなんとかなるからな。はい、こんな感じでね、丸くなりました。じゃあ今度はこれをこんぐらいのところに傷を入れる。かな。木がダメだな。いや、一向にね火がつかないんで一旦諦めます。まあ、火がついたところでどうせ水溜りの水しかないんでね、植物から水分補給しようかな。なんか探そう。あー、戻ってきたよ。マジであっちはね、拠点はあるけど何もない。拠点しかない。よっしゃ、ついに水分があったぞ。死ぬ。見て見て、これ。これ水分だぜ。ほら、株だよ株。株か大根か分かんないけど、これはだいぶ水分取れるぞ。いっぱい生えてるし。でも根っこがちっちゃいな。ほら、ラディッシュみたい。いやでもこれはありがたい。めっちゃ喉乾いてる。たくさんあるわ。いいね。まあ、こういう大根はね、結構意外とね、浜辺に行くと生えてるんですよね。浜大根とか言ったりするんですけど、これは浜大根とはちょっと種類が違いますね。浜大根はもっと長い。何かわかんないけど、食えるんじゃない？やっぱ泥は落としとかないと、水分取ろうとしてお腹壊したら、10日間も持たないんでね。はい、今回初食材。あー、美味しくはないね。めちゃくちゃ美味しくないけど、喉が潤った感じがする。わー、でもちょっと生き返ったわ。そんな辛くない。俺大根好きじゃないんだよね。でも、仕方ない。これしか水がないから、今のところ。これをどんだけ食べてもお腹が太ることはないと思う。うん。何か食材を見つけないとね。まあ今日はいいや。別に一日食わなくても全然いけるから。とりあえず水。水が欲しい。とりあえず1個食べたんで、2つはね、絶対に持ち帰って、また喉乾いたらこれを飲みましょう。この変な大根のおかげでなんとかなりそうだわ。まあ、普通にさ、素潜りするときはさ、朝飯と昼飯食わないから、全然お腹空くとかいう感じはないんだけど、とにかく、喉が乾いた。やばいぞ。ついに大量の水分見つけたんだけど、水分補給ができる。バナナか芭蕉の木が見えるんですよ。あれで水分が補給できます。
遠いぞ。多分これは芭蕉ですね。バナナだったらね、もっと大きい実がなってるはず。バナナだろうが芭蕉だろうがいいです。とりあえず1本取っとこう。うん、7本ぐらいあるから5日ぐらいいけるかもね、これで。多分めちゃくちゃ水渋いけど、ないよりはマシ。いやー、今日初のまともな食事や。うわー嬉しい。よし、相当まずいね。めちゃくちゃ喉渇いてんだけど、最高にまずいっすね。めっちゃ水分ある。まずい。なんかね、バナナの皮を煮込んだような味ですね。超まずい。まあでも一応水分確保できたんでね、これでなんか10日間は死ぬことなさそうですね。でもこれは本格的にまずいんで、マジで火をつけようと思いました。これはしんどい。こんだけ喉渇いてんのに全然進まないもん。多分拷問でもこんなまずいもん食べさせてこないと思うよ。いやー、にしてもすごいゴミだよな。いろんなものがあるけど、ヤシの実もある。どうせ水入ってないから。これあとね、鍋が欲しいんだけどね。うん、火を起こしたところで鍋がないと水沸かせないからね。なんかね、鍋使えるもんがないかな。待って待って、鍋あったんだけど。やっぱめっちゃ嬉しい。しかもめちゃくちゃ状態いい鍋があったよ。やばい。ほらほら見て見て、これめちゃくちゃ状態いい鍋なんだけど。うわー、うわ嬉しい。あと火を起こすだけだね。うん、うわよかった、最高。帰ろうぜ、もう早く。拠点に戻ってきました。今3往復目なんだけど、だいぶしんどい。もう株がさ、一番まともな水分だわ。なんかうまく感じてきた。めちゃくちゃまずいのに。時刻は3時23分、開始から5時間といったところですね。頑張って火つけよう。元気があるうちにね、火を起こしておきましょう。次でもう絶対に起こす。もうちょい薄くした方がいい気がする。まあ普通の竹より分厚いんだったら普通の竹の薄さにすればいけると思うんだけどな。そういうもんではないのか。うん、大体普通の竹と同じぐらいの薄さになったね。とりあえず火つくまでね、こすり続けるわ。もう絶対に手の動き止めない。つくまでやる。無理。あー、ムカつくな。これは無理だな。別の滝探そう。普段ならさ、火なんてコンロひねれば一瞬でつくしさ、水なんて水道ひねれば出てくるのに、今は俺はボウフラが湧いてたあの水をどうやってろ過して煮沸して飲んでやろうかしか考えてないからね。頭が回らなくなってきた。気温34度とか出てたからね。と暗くなる前に、もしかしたら明日雨が降るかもしれないんで、雨に備えて木とかをね、濡れないところに置いておきましょう。木が濡れたら正直もう無理なんで。もうね、やらせなんじゃないかってぐらいゴミがたくさんあるんだけど、使えるゴミは少ないな。俺が住んでる家よりしっかりした木してるよ。これに一回火がつけばね、今回クリアしたみたいなもんなんだけどな。とりあえず木をね、濡れない場所、岩陰にどんどん置いていきます。よいしょ。今集めてみたけど全然木材ないな。10日分は全然ない。いろいろとね、散策したいところなんだけど、マジでね、火つけないと何も始まんないから、火起こしを頑張りましょう。今ね、見てて
細いけどちょっと良さげな竹があったんで、それで火起こししていますね。この竹です。もうね、かなり細い竹なんだけど、厚さに関しては結構普通の竹みたいな感じなんで、うん、さっきのよりはつきやすいと思うんだけど、ちょっとやってみようと思います。火起こしが1日で終わらないとはね。舐めてたな。絶対つける、絶対これつける。つくかな。なんかね、やってることに関してはそんなに大変ではないんだけど、水がないっていうのと、あと本当にできるのか分かんないっていうストレスがすごい。もしかしたらつかないかもしれないっていう恐怖ね。火起こすのが一番大変なんじゃない。森持ったらなんぼでも魚取れるからね。日没まであと30分ぐらいです。なんとしてもつけよう。もうね、火がつくまでこする。絶対に終わらす。くっそ、焦げはするんだけど火がつかない。何がいけないんだ。今日火マジで起こせないかもな。考えられる理由は2つあって、1つはシンプルに擦る回数が少ない。3つか、3つあるな理由は。2つ目、擦る時に押さえつける力が少ない。3つ目、材質が悪い。材質が悪いだったらもうどうしようもないんで、3つ目ではないと信じて頑張ろうと思います。てかもうさっきはめっちゃ蚊にされてて、すんごい鬱陶しいんだけど、俺蚊にされても何もなんないから、そこだけはね、ありがてえ。うん、母親に感謝。とにかく水が飲みたい。喉が渇いて全然お腹が空いたって感情が湧かない。そろそろ日没だな。2日目まで何も水なしだとさすがに脱水症状の可能性が出てくるんで、今日中に火をつけます。もうちょっと休憩しようかな。5分寝よう。5分寝ましょう。あ、もう寝るのに移動するのめんどくせえ。いやー、こんなにしんどいとはな。もう真っ暗ですよ。何もできてないのにね。本当はね、メタルマッチとかもね買ったんだけど、木でつけるって決めたんで木でつけます。火起こし未経験のやつでも頑張ればできるっていうところを俺は見せたいから、一切練習もしてきてない。気合なんだよ。世の中気合でなんとかなる。そう言い聞かして頑張る。絶対につける。おそらくシンプルに回転数が足りないだけだから、回転数をひたすら上げる。とにかく頑張る、頑張るしかない。いきます。煙まではつくんだけどな。こんぐらいで諦めちゃダメなんだよ。なんか夜になって気合入ってきた。今の惜しかったかも。次はいけるぞ。やっぱ YouTube 始めた時もさ、周りから無理なんて何百回も言われたよ。でもやるんだよ。あと多分ね、元気になったのは涼しくなったからだと思う。さっきまでマジで暑かった。俺ならできる。なんでつかないんだ。穴を開けすぎてひびが入っちゃって力が逃げちゃうんだよね。ダメだわ。もう一回割り直そう。そろそろつけるぞ。でも少しずつね、コツがつかめてきた気がする。一つ言えることがある。次でつける。今のはちょっと短すぎて固定ができなかった。次でつける。そう言い聞かせながら1回ごとに改良を加えていきます。
多分そろそろさ活動休止の動画が1時間前ぐらいかなに上がってると思うんだけど、どうなってんだろうね。ちょっと気になるわ。せっかくサバイバルするんだったら携帯持ってくるの面白くないなと思って、完全に社会と離れたかったんで携帯なしで来てるんですよ。多分何人かねサバイバルって当ててる人がいると思う。そんなにみんな興味ないんじゃないかな、俺が活動休止しても。まあでも心配かけた人はねちょっと申し訳なかったです。あんぐらい大々的にアクションを起こさないと気持ちが弱いからさ、多分ね途中で諦めて帰っちゃうからさ、もう逃げ道を塞ぐって意味で今回はねああいう動画を出しましたよ。あれ出して何もせずに帰るって無理だからね。でも今もうめちゃくちゃ喉乾いて死にそうだけど、絶対に火をつける。そんだけ俺はやってしまったから、俺には責任があるからね。竹の表面ってさツルツルしてるからさ、削ったらもしかしたら摩擦力が上がるんじゃないかなって今思って表面をね削ってみました。どうなんだろう。次でつけます。穴開けていきましょう。次こそつける。やばいな。これで最後にします。もうつかないなんてことはない。めちゃくちゃ改善した。多分ねこれ結構ね技術云々ってよりは気合だね。思ったけど気合さえあればいける。頑張れ俺。行くぞ。お、薄くしすぎて割れちゃったわ。くっそくそ。もう一回もう一回。くっそ。ちょっと焦げてはいるんだけどね。これダメな理由分かったかも。これ石がさちっちゃいからさうまく固定できないんだよね。もうちょい平たくて大きい岩をね、準備すればいける気がする。すごい初歩的な感じするけどね。とりあえずねいい岩ないかな。やっぱね最初に座ってた場所がベストな感じするんだよね。今日の晩ご飯です。はあ、多分ね日本で一番貧しい人と同じ食事してると思う。だから鴨大根はどこでも生えてるからね、どんなに貧しくても食えるから。日本中どこでも生えてる。葉っぱさえ知ればわかる。冬以外は芯が硬くて食えないけどね。あとめっちゃ辛い。ほんの少し生き返る。うん、多分茹でたら美味しいはずなんだよ。そう、この岩が結構平たくてでかくていいと思うんだよね。正直ねもう体力の限界なんで、あと1回が限度ですね。そういえばさ立派な角材があったじゃん。あれで行こうかな。木材置き場に置いたからね、あれでいける気がする。でも形としては理想的だった。あれね、あれ火起こしに最適の形。よいしょ、完璧だろ。よし、これでいけるはず。これで起きなかったらちょっと無理かもね。でも今までで一番焦げてる。くそ。今日は一旦やめましょう。でもだいぶなんか兆しが見えてきた感じがある。明日つけよう、午前中につけよう。涼しい間にね。もう結構しんどいわ。さすがにお腹も減ってきたし、まあ何も食べるものはないけどね。これがリアルっすね、サバイバルの。結構ガチガチに知識は入れてきたんだけどなかなか難しいわ。はい、ということで今日は火も水も食料も寝床もなく終了です。サバイバルね結構余裕でいけると思ってたんだけど、なかなか甘くないね。今日はここで寝ます。まあ星が出てて雨も降りそうにないんで砂浜で寝ます。まあ何回かね地面の上で寝たことはあるんで大丈夫です。この気温なら全然いけます。まあ今から火起こしをずっとやってももう筋肉が動かないんで無駄な消耗になるだけなんでね。明日ね朝夜明けと同時に起きてね、涼しい間に火をつけて水をね飲みましょう。いやー疲れたな。ということで10日間サバイバル1日目終了です。今ね俺の目の前にオカヤドカリがいるんだよ。まあ、めちゃくちゃ食べたいんだけどこいつ天然記念物で食べれないんだよね。食べたいということでね1日目終了です。最後までご視聴いただきありがとうございました。今から僕はここで寝ます。それではおやすみなさい。多分寒いから後で上着着ると思うけど、なんか今は体動かしすぎて暑い。おやすみなさい。
疲れた。